モスクワのロスアトム本社ロスアトムは、ロシアの国営原子力企業。ソビエト連邦の崩壊後の1992年1月29日、旧ソ連の原子力産業省が改装され、新たに原子力担当省庁として設立された、ロシア連邦原子力省がロスアトムの起源である。2004年3月9日に組織が再編され、ロシア連邦政府の中央省庁として、 ロシア連邦原子力庁となった。解組された原子力庁長,長官には、ボリス・エリツィン時代に首相を務めたセルゲイ・キリエンコが就任した。2007年12月3日には、ウラジーミル・プーチン大統領にはロシア原子力庁を国営原子力企業ロスアトムに改編する法案に署名された。代表取締役社長にはキリエンコ長官が就任した。ロスアトムの参加には、 新たに民間原子力ホールディング企業として創設されたアトムエネルゴプロムをはじめロシア国内の各兵器関連企業、研究機関、原子力保安機関がある。またロスアトムは国際的な原子力の平和利用と各拡散防止体制の維持という点で対外的にロシアを代表しており米国の原子力規制委員会と同様の権限を有する。 ロシア国内の原子力発電所の建設、運営だけでなく、原発輸出も担う。ロスアトムが手掛ける、原発案件は38期、交渉、検討中を含めると90機以上である。参加企業のテフスナブエクスポルトを通じて、日本の福島第一原子力発電所事故の廃炉事業にも協力している。2019年8月8日にアルハンメリスク近くの、 ロシア海軍実験場で起きた爆発事故では従業員5人が死亡、3人が負傷している。ありがとうございます。